ブルーノ、いやアンチノミ、俺は俺の限界を超えて戦う。ユウサイ、今の君に私は倒せない。己の限界を超えぬ限りはな。ライディングデュエル、アクセラレーション。またモンスターを伏せる。ターンエンド。俺のターン。ドロー、頼むぞ。モンスターを特殊召喚。カードを伏せる。ターンエンド。私のターン。ドロー、テックジーナス、サイバーマジシャン。インター解放、レベル5。レギュレーターオープン。スラスターウォームアップ、OK。アップリンク、オールクリア。ゴー、シンクロ召喚。カモン、テックジーナス、ハイパーライブラリアン。テックジーナス、カタパルトドラゴン。カタパルトドラゴンの効果により、テックジーナスチューナー1体を特殊召喚できる。テックジーナスジェットファルコン。インスター解放レベル5。ブースターランチ OK。 インクリネーション OK。 グランドサポートオールクリア。 GO シンクロ召喚。テックジーナス、ワンダーマジシャン。ハイパーライブラリアンのモンスター効果によりシンクロ召喚が行われたとき、カードを1枚ドローする。ワンダーマジシャンのシンクロ召喚成功時、魔法トラップカード1枚を破壊する。シンクロ素材となったジェットファルコンの効果発動、500ポイントのダメージを与える。やるな。クリアマインド、リミッター解放レベル10。メインバスブースターコントロールオールクリア。無限の力、今ここに解き放ち、次元の彼方へ突き進め。 GO アクセルシンクロ。カモン、テックジーナスブレードガンナー。バトル、テックジーナスブレードガンナーの攻撃、シュートブレード。ターンエンド。さあ来い、私を倒してみろ。俺のターン。ドロー、カードをセットする。モンスターをセットする。ターンエンド。私のターン。ドロー、私についてこれるかな。テックジーナスカタパルトドラゴン。このカードは自分フィールド上のテックジーナスモンスター1体の攻撃力を下げることで特殊召喚できる。テックジーナスギアゾンビ。カードを伏せる。永続魔法発動。 TGX300。 バトル、受けてもらおうか。モンスターで攻撃する。それが君の力か。行くぞ、攻撃だ。テックジーナスギアゾンビで攻撃。ターンエンド。行くぞ、俺のターン。ドロー、チューナーモンスタージャンクシンクロン。ジャンクシンクロンのモンスター効果、来いボルトヘッジホッグ。これが俺とカードとの絆だ。ひどいし怒りがボーガの戦士に鬼神を宿す。光り差す道となれ、シンクロ召喚。ジャンクバーサーカー。ジャンクバーサーカーのモンスター効果、ブレードガンナーのモンスター効果発動。こちら、ジャンクバーサーカーのモンスター効果、ジャンクバーサーカーのモンスター効果。これが俺とカードとの絆だ。臆せず攻める。バトル、ジャンクバーサーカーで攻撃。さあどうする。ターンエンド。私のターン。ドロー。このスタンバイフェーズ、除外されていたブレードガンナーはフィールドに戻る。カモン、
テックジーナスブレードガンナー、モンスターをセット、バトルだ。テックジーナスブレードガンナーの攻撃、シュートブレード。そうきたか。なるほど、やるな。ターンエンド、行くぞ。俺のターン。どんなカードでも存在する以上必要とされる力がある。ドロー、ターンエンド。本気になったようだな。私のターン、ドロー。私についてこれるかな。テックジーナスブースターラプトル、バトルだ。受けてもらおうか。プレイヤーにダイレクトアタック。それはどうかな。リバースカードだ。トラップ発動。なるほど、やるな。ターンエンド、行くぞ。俺のターン、ドロー。カードをセットする。ターンエンド。本気になったようだな。私のターン、ドロー。バトル、テックジーナスブレードガンナーの攻撃、シュートブレード。トラップ発動、スピリットフォース。テックジーナスブースターラプトルで攻撃。なんてやつだ。なるほど、やるな。読めていた。ターンエンド。ここもドロー。力を貸してくれ。モンスターを通常召喚。ボルトヘッジホックは来い。よし、モンスターを特殊。小石投手が怒号の魔人を呼び覚ます。シンクロ召喚。粉砕せよ、ジャンクデストロイヤー。ジャンクデストロイヤーの効果発動、タイダルエナジー。ブレードガンナーのモンスター効果発動。墓地のテックジーナスを除外することでこのカードを除外する。カードに命を吹き込むのはデュエリストの役目だ。バトルだ。これで終わらせる。ジャンクデストロイヤーの攻撃、デストロイナックル。うわあ！楽しみにしているぞ、再び君とデュエルできる日を。ブルーノ。